がそれで言うやつです。本日はですね、西新井、東京都足立区であってますかね、にございます西新井駅、もう駅前にある宮殿ゴルフパークさんに来させていただいております。そこで何をするかと言いますとですね、僕がもともとお世話になっております、進化グラファイトさんの辻ガイド社長、なんと今日ねカメラ持っていただいてるんですけど、からご紹介を受けまして、ぜひ素晴らしいクラブがあるのでぜひ紹介してほしいということで、そのクラブ紹介させていただきます。皆さんね、ご存知ある方もいらっしゃるとは思うんですが、まだまだ知られてない、メーカーさんだと思いますんで、一体何がすごいのか、そして、ちょっとどういう背景があって、このクラブが出来上がっているのか、そういったところにも触れつつですね、ちょっとご紹介していきたいと思います。早速ですが、そのご紹介したいクラブ、こちらでございます。ミネルバ、ヴァンガード。このドライバーなんですけど、メーカーはこのミネルバさん。なんかこれ、このマークがね、なんかアメコミみたいでかっこいいんですよ。そういう意図かどうかはわかりませんが、こちらのヴァンガードというモデルが新たに発売されましたということで、ちょっとご紹介させていただくんですけど、まず僕は本当にあんまりこれ知識入れない状態で打たせていただいて、いろいろちょっと感想を言わせていただこうと思ってるんですが、今日ね、一応メーカーさんのチェさんという方に来ていただいてるので、お話伺いながらやりたいと思いますが、ちょっとこうもう見た目の印象で明らかにこれ他にないなというのが、このウエイトですね。ウエイトがまず 1,2,3,4 で、これ見えづらいかもしれないですが、ここにも 5,6 と6個ウエイトがありまして、これを全て入れ替えられる、付け替えられると。これによって、弾道の曲がりからスピン量から打ち出しから球筋も含めたところをいろいろ変えていけると、調整していけると。この自由度は多分他にないんじゃないかなと思います。で、もちろんね、このスリーブでカチャカチャで、かなりね、この0から7までの合計8段階変えることができるということで、全部合わせたら何通りになるのかちょっとわからないぐらいの調整機能を備えたこのモデルになります。まずちょっと打ってみましょうか。はい。で、今回ね、シャフト、これもう話題沸騰中のこの進化グラファイトさんのループスラッシュタイプ R5S でいきたいと思います。これね、このシャフトの動画はまたおいおい改めてやると思いますが、今回はこのミネルバさんのヴァンガード、これをちょっと打っていきたいなと思います。早速ですが、これ標準のウェイトからいきます。まあ、後ほどちょっと標準何グラム何グラムかっていうのを一応差し込めたら差し込もうと思いますが、これを基準としてメーカーの方にちょっと僕の球を見ていただいて、これをどう調整したらこういう球筋になるというふうにこう変わっていく様をね、ちょっとお見せできたらと思います。まず何はなくと打ってみましょう。顔の感じはね、結構すっきりしてます。あんまりこう長くなくて、どっちかというと小ぶりなキュッとしたタイプになるのかな。まあ打ってみましょう。ロフトは 10.5 度からいきます。ちょっとね、下目に当たった気がしました。クラスピード46の、トータル243、スピンも3600入っちゃってるんで、これはいろいろいじりようがありそうではございますが、ちょっともう一回打ってみましょう。でもなんかこの顔の感じからやっぱ振り抜きやすさがあるんで、この理由もね、僕思い当たる節があるんで、ちょっと後ほど触れたいと思います。ちょっとやっぱ軽いのかな、ちょっと厚く当たらないなって感じですね。ちょっと先の方にちょっと当たっちゃってるんで、はい。じゃあちょっとこの感じを踏まえて、ウェイトをいじっていただこうと思うんですが、特筆すべき、僕も触れたかったことをこのミネルバヴァンガードはちょっと実現してる節がありまして、大手メーカーさんを敵に回したいわけじゃないんですけど、昨今のトレンド皆さんもご存知でしょう、振り回されてるんじゃないでしょうか。まあ 10K、要は完成モーメント、縦横合計1万を超える。これをね、各社さん目指して開発を進めてきたところあるとは思うんですが、あえて言いましょう。これが合わない人たくさんいるんじゃないですか。実際、やっぱりメーカーさんによっては完成モーメントって合計6000とか7000とかを超えると、その球筋とかには影響しないよって発表してるところもあるぐらい、多
ただインパクトとして情報としてのインパクトとして幹線オーメント1万を超えると確かにこのまっすぐ行く直進力が直進性がなんかすごい数値なんだなって思うと曲がらないような気はするんですけど、基本的にやっぱりドライバーってドライバーというかゴルフクラブって直線に進むものではないっていうのとか、いろんなこうねそれを否定するわけではないんだけど、もちろん曲がりにくくなったりとかそういう効果も得られる可能性もあると思うんですけど、逆にフェースが返ってこなくてなんか右行っちゃうんだよねとか、フル捕まえようとして左行っちゃうんだよねっていう、そういったちょっと症状がより顕著に現れてしまう方とかもいらっしゃったと思うんですよ。共感した方はコメントくださいね。で、まあ、要はそんな中あえてそこではなくてもう操作性これを重視して、で要はそこは自分でこの操作性が、合わない部分はこのウェイトの切り替えで自分にこう調整していきましょうよと、そういったメッセージのもと開発されているのかなというふうに僕は、感じておりますし、おそらくそういった意図だと思われます。これね言っちゃっていいんですよ皆さん、典型ね、飛ばないけど曲がんないよねって言ってるそこのあなた、飛んでないから曲がってないように感じてるだけですから、で言っちゃったけどね。まあ今のちょっと球筋を見て、今の余談ですけど皆さんね、僕の個人的な意見なんで、ミネルヴァさんの主張ではないことだけをちょっとちゃんと分かっていただければと思いますが、じゃあちょっとね、ここでチェさんに来ていただいてもよろしいですか。よろしくお願いします。お願いします。ミネルヴァさんの取締役営業本部長、チェさんでございます。よろしくお願いします。僕今ちょっと打たせていただきまして、はい、まあちょっとフィーリングとしてはやっぱちょっと軽いかなっていうのと、うん、軽い結果ちょっと打点も先側に当たったりとか、うん、スピンがやっぱ多いなっていう印象でした。うん、はい、そんな私にどのようなカスタムを施してくださいますか。はい、じゃあまずはもう一球だけ打っていただいて、わ、はい、かりました。じゃあもう一回ちょっと、はい、確認させていただいて、はい、スピン量、打ち出し角、まあキャリー、ちょっとバランス見れば D0 くらいしか打てないで。あ、そうですね。はい。いいです。今ちょっといい感じの、いい感じですね。はい。今いい感じでした。あ、いいですね。来ましたね。ちょっと来ましたね。ちゃんと体が調整できました。はい。飛んできました、はい、やや左に、いやでもめっちゃいい、いいですね、2400、はい、じゃあさらに良く、そうですね、はい、さらに良くな、え、これを超えられるのかっていう、でもすごい、でもこれでも、はい、まあでも 1.4 まあ 1.4 です、ね、ちょっと中側に当たってますけど、す、ね、まあでも悪くないかな、うん、打ち出し角も18あるんで理想かなと思って、18で最近はもう理想的になってくるんですね、はい、そうですね、理想だと思います。ここ、打ち出し角はまあ出てるので、はい、単純にここでまずスピン量を減らしていきたいと思います。ここは 1g1g が標準なんですけども、ここを 3-3 に。なるほど、結構、はい、もうこれで 4g 変わりますよね。そうです、これで 4g なので。ドライバーで 4g って言ったら、何ポイントか変わりますよね。そうです、2は変わるんで、もう、なんでしょう、D2 ぐらいも。そうですね、フェース側にやっぱ重みが来ると、どうしてもインパクトロフトが立つので、はいはいはい、まあ、しっかりボールが押せて、なるほど、初速の強さを感じられると思います。はい、ということで、このね、3箇所あるんですけど、これが、まあ、スピン量、で、ここが打ち出し、ここが球筋っていう感じのラインかなと思われます。たぶん合ってると思います。ではここが重くなれば、後ろ側がめっちゃ重いと、やっぱこうなっていくじゃないですか。なので、打ち出し角は高くなりやすいですね。で、ここが軽くなれば、あんまりその効果が得られにくいので、あんまりこう、まあ、打ち出しは低くなりやすいと。で、このヒール側、頭側の真ん中のやつは、ヘッドの返りやすさとか、まあ、重心距離に影響を及ぼすので、この返りやすさというかね、動きやすさみたいなものに影響を及ぼすと。で、ここは、今おっしゃられたように、特にこう打ち出し角に直結するポイントなんで、スピン量に直結しますよということでございます。もともとこれあれなんですよね。クラブが本当にお好きで、自分で作りたいなと。これもうカチャカチャするときが一番至福のときでして、クラブ広報の社長さんも皆さん、ほら、クラブ組み立ててるとき一番幸せだって言うじゃないですか。ああ、そうですか。こんな球筋出んだろうな、みたいな。もうこれいじってる時のワクワク感が、ワクワク感が止まらない方が世の中にたくさんいらっしゃると思う。いや、本当ですか。はい、いや、相当好きですね、これ、チェさんは。そんな方々が開発に携わられたミネルヴァシリーズと。
ヴァンガードは、実はね前のモデルが別であって今回新作になるんですけれど、どちらかというと操作性に振っているクラブですよということなんですけど、の割にいきなり結構飛んでましたね。まず本当にこの前側のウェイトを変えただけなんで、一応スピン量に影響が出るでしょうという、もう振り方がもう全然違うんですね。 4g ってすごいんですよ皆さん。ドライバーにおけるちょっと先目に当たったかな。スピン量は減ってる。はい、スピン減りました。僕の今打点の問題で、あ、やっぱちょっと重く感じる分振り遅れてるのかな。はい、もう一回やってみます。確かにこのウェイトにするとシャフトもう一個硬くしてもいいかもしれないですね。とりあえず今日はこれでいってみます。どうなの。ああ、ちょっとスピン、でも先に僕当たってるんですね。これは何が原因なのかちょっと分かりませんが、もう一回打ってみますわ、うん、これは結構いい感じなんじゃないですかね。やっぱスピン量、僕があんまりこのクラブの意図を無視した結果を出してしまって、今現場がざわついておりますが、これなんかまだあれの余地ありそうですか。はい、あります。今は 10.5 度で、はい、さっきのやつよりも少しだけあのロフト立ててもいいんじゃないかなと思うんですけど、ね、はい、スリーブが機能があるのでちょっと立ててみたい。このスリーブもかなりねクラブアングルから内角そしてロフト、これ、まあ、全てこういじれるようになってるんで、ちょっと極端に立てます。おもともと 10.5 度だったものが、はい、今これで 9.7 本ぐらい 9.75 本と、はい、一度近く立ちましたか。顔の感じは向いてる感じはこっちの方がイメージはきますね。ちょっと打ち出しもこう強くというかなった感覚が、ああいいっすねいいっすね。若干左行ったのかな。でもなんか感触的には僕の好きな感じになってきました。ちなみに打感はね、あのすごい柔らかいってわけではないんだけど、甲高い音もしないし、こうしっかりこう叩けてるというか、だから芯を感じることができるし、僕すごく好きな打感ダウンですね。おお、来た来た。めっちゃいいターンですね。これ超ストレートボールなんですよ。めっちゃいい。めっちゃいい球。はい、この今のまっすぐ、こういう球をずっと打ちたいですねちょっとスピン量が僕はあれなのかな。いや、これさらにスピン量は減らせる。3なので5-5にしてみますか。やってみましょうよ。いや、それがちょっと振り感は変わると思うんですけど、まあ、他のところはとりあえずこれで良さそうですか。そうですね、今のところ。でもあの打ち出し角を逆にそれであのスピン量ができるんで一回じゃ。なるほど。ちょっと極端に重いとあれなんで、変則的に今3-3を5-5にするとあまりにも重いんで、そうですね、一つだけ5にします。なるほど、はい、あ、しかもどっちかというと遠側を、はい、遠側を5にします。でこれはお好みなんで、はい、どちらでも大丈夫。僕の場合ね、フェースがどっちかというと返ってきやすいタイプなんで、まあそれも抑えられるかなと。ループスラッシュ振りやすいですね。安いです。めちゃめちゃ売れてるらしいじゃないですか社長。いや、振りやすいですね。進化グラファイトの1日の最高売り上げを更新したらしいんで、しかもちょっとの更新じゃないらしいですよ進化グラファイト乗ってますね。さあ、ウェイトを1個だけ 5g にして打っていきます。あ、なるほど。やっぱ 2g 変わっただけでも変わるな。ちょっと重いです。重いですね。で、右行きましたね、はい、振り遅れました感じに。それに合わせて、そうですね、もう1回ぐらい打ってますね。まあ、握ってくれる分には正直ね、僕は安心感あるんですけどね。あ、これ超まっすぐ。見てください、皆さん。トータル283、そしてスピンも2293。クラウドスピードも若干上がって、ボールスピード 68.4。はい、ありがとうございます。いや、もうまさにこれ、まあ主に変わってるのはこれスピン量ですね。だから僕本当にこの1個 5g にしてやっと僕の場合はこう
効果をこうしっかりと出すことができたって感じで、自分なりにはこれ最適なウェイト配置ポジションになってるのかなと。最初が1日だったんで 2g から今あの 8g と 6g です。そうですね、6g だからこれ多分 D3、D4 近くなってますね、はい、バランス的には。そうするとね、あの左にベーンっていかない感じがあります。だからしっかり捕まえて今超まっすぐ、だから結構理想的なこれ状態になってます。どうですか、僕はあのこれ283で僕的にはすごい飛んでる方なんで、これで結構満足はしてるんですけど、もうちょっと飛ぶ気がします。もうちょっといきます、はい、マジっすか。セッティング少し変えてみるのもありかなと思うんですけど、ちょっとじゃあ、もうワンカスタム、ワンカスタムいってみたいです。まあ、フェース下が重いので、まあ、真ん中少し軽くして、ちょっと後ろ重くする。ああ、なるほど。はい。本当にちょっとしたことなんですけど、2g 変わると、振り感変わるし。俺だって最初のなんか250ぐらいから30ヤードぐらい伸びたんですよ、このカチャカチャで。やっぱ変わるんですよ。まあ、プロのね、もうスイングが完成されてる方は、それでも数ヤード伸びたらめっちゃすごいみたいな感じだと思うんですけど、アマチュアはやっぱこういうこと起きるんでね、正直こうウェイト一つ変えただけで30ヤード変わるとかってあのやっぱありえるんですよね。これの要は選択肢可能性がかなり現行のドライバーの中では結構ナンバーワンに近いぐらい多い可能性をね探れるっていうことで、非常になんか面白いクラブというか、あとねなんか操作性を重視してるっていうとなんか難しそうじゃないですか。全然そんなことはないです。あの僕の球筋見ていただいても分かると思うんですけど、もっとね操作性がいいっていうクラブやると何でもペインってこう左行ったりとかよくするんですけど、あだからそれをウェイトでカバーしてるからあんまり曲がる感じがないですね。一応今3を1に変更して 2g マイナス、はい、さっきの3を5に変更したんで、はい、2g プラスなんで、はい、重さは一緒です。総重量は変わってないけど、はい、振り感が少し変わるかなぐらい。ちょっとバック側が重いので、はあ、あのその分だけ打ち出し角でも 15.6 ぐらいするので、もう少し打ち出し角でキャリー作れると距離伸ばせればいい。なるほど。要はその2200-2300とかまでスピンを抑えられたら、今はやっぱ18度とかでも全然いいらしいんで、年々こうね適正な打ち出し角が上がってきてますよね。前はだって12度とか13度とかって言ってたわけじゃないですか。すげえわ。おお。もう振り感変わる。ちょっと振り遅れました、また。右出ちゃった気がする。あ、ちょっとやっぱ擦ったの。うん。もうちょっと擦った。いきなり渡されたらなかなか変わらない。いや、これはでも、いや、変わらないっていうか変わっちゃうんですよ。変わっ同じように振れない。そうそう、同じように絶対振れない。で、最初なんかこうアジャストしちゃうじゃん。そうですね、はい。これをしっかりいける。ちょっと下目に当たっちゃいました。でも狙った通りボールスピードを上げて打ち出し角はさっきより若干。そうですね、上がってるはずなんですけど、さっき 17.1 だったんで、もう一回もう一度。チェさんがもうちょい飛ばしてほしそうなことずっとしてるんで、頑張ります。大丈夫です。もうちょいいけるな、これ。上がってますね。ちょっとずつ上がってきてる。ちょっと期待に応えたいんで、もう何回か行きますよ。これ、いい気がするんですけど。いやー、やばい。ちょっと続く状況が良くないんで。めっちゃ言ってましたよ。めっちゃ言ってたのに。初速出すぎちゃったかな。めっちゃ良かったんですよ。もう取られてなかったと知ったら何でも言えますからね。今の300いってましたね、正直。でもこれね、あのループスラッシュとの相性めっちゃいいっすわ。確かになんか色味も近いし。よし、ちょっと幻の一打になりそうだけど。あー、下だった。さっきのかなり求めてしまったな。ちょっとホームチャンス。下当たってんだよな。ボールはまっすぐですね。ボールは本当にいい球なんですよ。超まっすぐいこう。だからちょっとミスっぽい感覚で、これは全然優しいっすね。そう、なんか操作性、なんか難しそうな雰囲気を出しつつ。マジあれが幻の1台になって 20.8
下から入ります。でも下から入ったけど隅にはそんなに出てないの。そうです、確かに、はい、ちょっと見入っちゃいましたけど、はい、ちょっと一回ワンもう一ひねり、はい、今あのこっちがトゥー側が基本的に重いので、はい、パシャフトと相性でトゥー側が重くていいんですけど、はい、逆にこことここを今ちょっと入れ替えてみます。ワクワクタイムですね、はい、これワクワクタイム。なんとここでね、宮根さんにこれ、まあ、これ公開してる情報なんで言っていいっていうことなんですけど、これね、こう作ってる工場さんが、これジクラブ好きな人ならご存知のあのぶっ飛び系ドライバーウッドメーカーさんのエミリットバハマさんと同じ工場なんですね。要はそういう機能性を持たせるのが得意と。で、その上で爆飛び操作性良しみたいなのを両立させようとしたのが今回のミネルバヴァンガードとなりますんで、まあ、そういう意味では最強の機種になりますね。これシダとかはどこで？シダは全国 のショップさんで、トリショップさんに、はい、置いてますの、ね、で。うわ、なんかまた振り感変わった。こんな変わるのか。ギラム入れ替えるだけなんですけど、本当に変わるんです。まあ一発目はこんな感じで、はい、だから皆さんね、僕も全然やるんですけど、コースで気軽にカチャカチャしない方がいいんですね、これね。あの、いや、でも曲がってないんだよな。それがすごい。引く、打ち出し角。ボールスピードめっちゃ出たけど。あ、でも飛んできた、飛んできた。スピンで寄せられて。これで打ち出しを出したいわけですね。ついに僕とミネルバヴァンガードの息が合ってきたんで。今のは悪くなかった。取れてて。なんでやねん。なんでやねん。またまた落とし。なんでやねん。290ぐらい。いや今300超えましたね。正直。いや。なんでやねん。もう計測不能ってことなのかな。俺がいいやったりすると軒並み取れないっていう。いいやったりして2回連続のタイミングまで外せるって。そうですよ、2分の2で、はい、流れでいったらね、またそんなにいい球出ないっていう流れですよ。いやでもそれを打ち崩すのがミネルバヴァンガード。今だわ、打ち崩せなかった。打ち出しがやっぱ低くなっちゃうな。でも平均値が上がってきて、はい、曲がらないですよ、マジで。本当にまっすぐ。本当にずっとまっすぐいってるんですよ。現場では本当に不満はないとばっかり。そうですね。いや、今の当たりで、いや、結構曲がってるこう雰囲気の打ち方、当たり方なんですよ。下当たっちゃうな。悪くないんだけど。ちょっと疲れてきたのかな。ちょっと疲れてますね。ちょっと疲れてますね。まあ、最高飛距離出てるんで、正直。いや、283は、まあまあ出てますね。まあまあ出てますよ。いや、僕にしちゃ出てますよ。これ悪くないぞ。あー、スピードがあんま出なかったか。まあまあ、でもこれが多分僕のアベレージになっていく球ですね、おそらく。いい球。めちゃくちゃいい球ですよ。スピード出せなくなってきてるから多分疲れてきてたんだよね。でもスピン量2600くらいだったら、いやこれめちゃくちゃいいですよ。クラブスピード45に対してボールスピード65いってるのはいいし、スピードもいいし、出し角もいいし、さっきの283と比べると距離出てないですけど、この球を現場で打つのが目標じゃないですか。いやそうですよ、はい、いや本当に。ただこの辺のね、打点に関しては、多分シャフトのスペックを僕が変えたらよりこうアジャストされていく部分もあると思うんで、これ先過ぎるんで、あの当たりは。そうそう、本当はもうちょっと真ん中で当たってるんで、そうそう、はい、いい数値だと思います。はい、じゃあもう一回だけ、もう一回勝つかしら。あ、もう一回まだあるの。もう一回だけ勝つかしら。そうですよ、もうなんかあれかと思ってまして、俺でもこれにね、進化グラファイトの写真をいろいろできたらすごい面白そうですけど、ね、相性良さそうですね。ロフトをいじっていく。ちょっとだけロフトをいじります。これはあのホームページにあの参照のウェイトポジションが入ってますので。あ、ありましたね、こうなんか、はいはい、なんとか。ちょっと概要欄にね、ホームページとサイト載せておきますんで、ぜひね、そちら参考にしていただいて。カチャカチャの技術がすごすぎて、何をやってるか正直わからない状態なんですけど。わかんないですけど、このカチャカチャ言ってる時が一番楽しいんですよ。やっぱクラブ好きな人が作ってる
クラブが一番いいんですよね。ペース下をまず5グラム5グラムに戻します。はいはいはい、もうスピン量をとにかく減らす、バック側をちょっと軽くしてロフトを少し寝かせます。ロフトで打ち出しを作っていく感じ、はい、でインパクトロフトはそのままちょっと立ち気味なんですけど、さっき 9.5 度でちょうど良かったと思うんで、はい、10.5 度ぐらいに戻します、はい、そうすると打ち出し角はそのままにボールはボーダーまでいければいいかな。これがハマる場合もあるしハマらない場合もあるんですけど、まあ、おっしゃる通り組み合わせ無限なので。無限ですね、はい、はい、ありがとうございます。重くしてちょっと軽くして軽くしてロフトを寝かしました。寝かして戻しました。 10.5 度最初は振り返しが全然違いますね。操縦量は変わってないですよね。操縦量は変わってないです。球上がっちゃったか、打ち出しがめっちゃ出る。捕まえに行かれると思うんで大丈夫です。なるほど、これを普通に、はい、でも球は恐ろしいぐらい曲がってないようですね。曲がらないですよ本当に。大丈夫ですか、これも実は反省モーメントみたいな話しないですよね。反省モーメントが高ければ曲がらないっていう、ちょっとこれ以上言うとなんかあれなんで。でも悪くないけど、もうこれをずっと打っていたいな、正直。あ、わですよ。マジでいい球ですよ。もう全部レンジの間に入ってます。それ本当にすごいですよ。まっすぐですから、これ。もう、まっすぐ。これ本当にこのまま、なんか、現場で打ってたら一番いいですよ。あ、これ、どう？悪くない。悪くないんですよ。これでも取れてる。うん、あ、まあ、それが振れなくなってきてる、普通に。いや、でもめちゃめちゃいい球なんですよ。スピン2000とか皆さん言うんですけど、2500、600ぐらいちょうどやっぱいいんで。まあまあ、そうですね。はい、2000だとちょっとドロップしたら結構にやるかし。これで10ヤード左。これ正直一番曲がってる方の球です。うん、ここまでで。ここの一発ちょっとコスターありましたけど、もうほんとこのど真ん中のラインに集まってますね。ピシャピシャ。最後の一発を。まだまだいじろうとしてます。ちょ、ここで。でも多分ロフトは寝かせた分だけ出ちゃうんで、やっぱもう一回立て戻ししましょうか。なるほど。ああ、そうですね。立て戻しましょう。はい、やっぱりここはね、打ち方の癖があると思うんですけど、そうなんです。あとだから見え方に対しての打ち方とか、そうなんです。やっぱこれでフェイスの見え方が全部変わるんで、意外とね、無意識のうちに反応してるんですよね。そうなんです。だからそうやって自分のお好みに合ったものをやっぱり自分で決めていただいて、ウェイトで調整いただいた方が、そうですね、多分気持ちよく振れてラウンドで結果が出ると思うんですよ。その顔は今一番好きな顔です。あ、それが見え方が。よし。あ、でもスピード出てきてる。上がらない。マジで止まんなかったですか？もう一球ぐらい出るんじゃないですか？だからやっぱ、うん、これスリーマンポジション今2なんで、2.5 ぐらいなんで、1.7 ぐらいかな。ああ、力が弱くなってしまうな。でもなんかもう返金してこんぐらいになってるから、素晴らしい球、こんなに曲がらないことあるそこを注目されたいぐらい、こんなに同じとこいきます、なぞってますよ前の。しかもなんか別に曲がらないことを意識して打ってはいないんですよ、正直。その結果これってことは俺に多分もうかなり合ってるでしょ。でもうぶち当たったらほんと280度が飛ぶみたいな。マジ今めっちゃ良かったんですよ、これ今めっちゃ良かったんですよ、止まんなかったんですよ、止まんなかった。ちょっとちょっとすいません、大丈夫ですか？いや、今は何か本心の一振りでした。なんか悪の組織に目つけられてます、このミネルババンガーのは。今すごい良かったのに、完全でした。いや、マジで完璧マジックだな。相当なドヤ顔してたと思うんですよね。行ったなと思った。よっしゃと思って、やっと出せたと思った。この一球。幻三発目ですよ。よし。ああ、もう捕まっちゃったかな。疲れが。でも悪くない。スピン出てるけどな。ちょっと捕まっちゃった気がする。うん、でも悪くない。うん、それ捕まるよ。スピン量も、うん、いい感じの捕まって。
いいと思いますね。ボールスピードも出てるし。そうですね。まあ、最後もう一回。はい、開いたわ。ラストマン、自信悪いな。もう一回いきますわ。この辺はきっとカットしてると思うんで。そうですね。でも何も考えずにこのまっすぐの270ヤードぐらいを打ち続けることができます。本当に本当に素晴らしい。合ってきましたね。合ってきました。めちゃめちゃみんな全部ど真ん中で。ずーっと。ああだ、どうなの？ちょっと触れてないかな。悪くなかったけど。ずーっと同じ。疲れが。いやいや全然。トラックは280はすごいの一回出してるね。本当はね300ぐらい行ってたんですけど、ちょっとそれ測れなかったもんで、ちょっと僕も疲れてきちゃってるんでこれ以上あれは出せないかもしれないんですけど、もう皆さんお分かりいただけたと思います。要は弾道調整機能、もうこの6個ウェイトがあって、さらにこのカチャカチャがあって、それぞれに対してウェイトの重さの種類は3種類ぐらいですか？1、3、5、8でしょ、はい、4×4×4×4×これは 1、3、5 ですか？1、3、5です、はい、4×4×4×4×3×3×8 ずーって何通りなのかもう分かんないけど、これで、ね、結果僕は前を 5g5g、 これ一番スピン量に影響するところ、これを一番重いのにしてます。でこの間のその分といってはあれなんですけど、球筋に影響する重心距離を変えやすいウェイトを 1g1g、 これはもう逆にほとんどいじらない感じにして、後ろを 3g3g、 だからこれもあんまりこう寝てこない、お尻が落ちてこないようなものにして、スリーブのポジションに、でこれ 9.75 ロフトぐらいになってるということで、多分ね若干立ててる分若干ちょっとアングルは開いてる感じになるので、そういう意味でも僕は非常に好みな設計を作れました。もうね本当に、まあ、ちょ一発かなり283ぐらい飛んで、で多分当たればもうそれぐらいって感じ。ずっとね僕打点がちょっと下の方に当たりやすかったんで、でもね本当に曲がらなかったです。曲がらずだいたい265とか前後をずっとこう打ち続けることができたんで、しかもねこれなんかミスったなと思ってもその感じだったんですよ。操作性っていう意味は、要は操作性のキャパがあることによって曲がりを逆に抑える自由が効くというか、なんかそのあまりにもそのクラブに振り回されてしまうと、自分の操作をちょっとでもミスった時に要は修正が効かなくなるっていうことも考えられると思うんで、そういうところに逆行した、あえてね今この時代で、あえてそういったところをこう突き詰めていったミネルヴァヴァンガードなのかなと思いました。ぜひね、これ全国の取扱店さんで、シダが可能ということなんで、取扱店さんの情報なんかも、サイトの方で見られると思いますんで、概要欄のね、ミネルヴァヴァンガード、ミネルヴァさんのサイトを載せておきますので、ぜひチェックしてください。飛びも間違いないと思いますし、それは自分に合ったウェイトポジションとスリーブのポジションで、本当にカスタムが、もう無限に近い感じでできるんで、それをね、僕の見ていただいたら分かる通り、2g どこかの変わっただけで、すごく振り感変わるんで、それをね、ちゃんと感じていただけたらなと思いました。あとね、かっこいい。ネルババンガード。かっこいい。意外とないですよね、この作りがね。ということで、今回はミネルヴァさんのミネルヴァヴァンガード新モデルですね、のご紹介でございました。ご興味ある方はぜひチェックしてみてください。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラム、ツイッターもやってますんで、ぜひフォローお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。そうですね。一旦閉めたんですけど、その後、もう一個ね、シャフトを変えました。ループスラッシュ、新しいののタイプ B っていう、もう一個の赤いのと青いのがあるんですけど、青い方。で、ちょっと打ってみたら、ん？っていう結果が出たんで、見てください。なんか、すごい良くなってきてるんですよ。打点とかも。ちょっと今、気合入っちゃったかもしれない。まず、決めてやろうと感じる。めっちゃいいけどな。めっちゃいい。厚さが違う。今結構楽に振ったんですよ。
これ回ってないですよ、全然回ってないです。これ、振り感とめっちゃマッチする。これ多分もうちょい振ってったら本当最初にそれ振っときたかったぐらいです熱い。いや、結構本当打ち出しもなんか良くなって、うん、ボールスピードもだいたい60後半になるんですね。これが本当実践向きっすね、マジで。このクラブは、うん、熱いわ。こっちは安心して振れるセッティングかもしれない。完全にいい数値が出て1300、打ち出し角18で、えキャリー255超えて、いや、ボールスピード超適正ですよ。ボールスピード6、ヘッドスピード45で、だって272トラブルなんだよ。じゃん。これじゃん。え？厚みが寄せてる感じがする。もちろん。これ、たまつかまってきてたら大したもん。うん。アミーチェックス。でも飛んでんな。へぇー。で、スピンも入ってない。そうねえだ。やばい。すいません。ちょっと僕は、このミネルヴァヴァンガードの真の力を引き出せていなかったかもしれないです。これが、おまけという名のメイン部分になりそうだ。もうなんか結構、あんま触れてきてないんだけど、なんかずっと安心して打てる。ちゃんと飛んでってくれる。でも球は全部止まらないですよ。ルーフなんか重くなった気分ですけど。ちょっと色気出しました。これで決めてやろうと思ったらトップしました。トップしても飛んでる。まだまだ可能性を秘めたヘッドだということで、最後一発打って締めたいと思います。かなり引っ張ってみたけど、打ち出しは低くなったか。あの270でしょ、うん、2100、いいっすね。最初からこっちでしたね、これね。でした。はい、ということでね、あの本当にだから、あとはシャフトのマッチングによってそういった傾向もかなり素直に出るクラブヘッドだということで、まあ、だからある意味すごくこうど真ん中というか、だからもう何色にも染まってないというか、で本当にいろんな自分好みにこう染めていける、そんなヘッドだと思いました。はい、ということでね、ちょっとおまけだったんですけど、あのまだまだ可能性を感じてます。ありがとうございました。